芝コースの 2500m、 出走馬1番美穂新山、2番ギャロップダイナ、3番スズパレード、4番スダホーク、5番メジロラモール、6番ダイナガリバー、7番レジェンド帝王、8番フレッシュボイス、9番桜豊王、10番桜サニー王、11番メジロボワール、12番クシロキングです。これで全馬枠入りが完了します。スタートしました。一斉のスタートです。ほとんど一段でやります。さあ年の瀬に夢を乗せて日本一のサラブレッドを決めますが、先行争いは間からレジェンド帝王です。まずレジェンド帝王が先頭です。桜サニー王が2番手につけました。そして3番手にはダイナガリバーが行きますが、これをかわして外からクシロキングが行きます。クシロキングは一気に2番手に押し上げています。連れまして外からはこの辺り桜サニー王が追走しますが、さてこれからスタンド前に出てまいります。前からレジェンド帝王が先頭です。レジェンド帝王先頭で2番手にはクシロキングがつけています。あとは並んで桜サニー王、桜豊王が打ち、そのうちにはダイナガリバーであります。力強い低音、そしてファンの声援でありますが、その後には美穂新山です。美穂新山が6番手の位置につけています。あとは内からはスズパレードが追走します。その外からはメジロラモールです。メジロラモールは後方寄りにつけています。後ろから5頭目、その後にはギャロップダイナが追走します。内からはスダホークです。あとは後方2頭が並んで、内にフレッシュボイスです。外をつきましてメジロボワール、1コーナーカーブ、これから2コーナーに向かいます。先頭は変わりません。レジェンド帝王が2馬身から3馬身のリードです。その後にはクシロキングがつけていますが、あとは外をつきまして桜豊王です。桜豊王が3番手、その内の方にはダイナガリバー、ダービー馬がつけていますが、早めに外から美穂新山、この辺り少し動いていますが、しかしまだ手綱はがっちりと持ったままでやります。あとはこれを見ながらスズパレードが追走します。スズパレードです。その後にはスダホークが行きます。スダホークです。そしてその後にはメジロラモーの依然として後方から4頭目、この一戦が最後になりますが、外をつきましてギャロップダイナです。外ギャロップダイナです。その後にはフレッシュボイス、あとはメジロボワール、変わりません。3コーナーのカーブです。先頭は逃げているレジェンド帝王ですが、外からクシロキング、この辺り流れが速くなりました。外をついてぐんぐんと桜豊王も行っていますが、あとは美穂新山です。外から美穂新山、内はダイナガリバーです。外外スズパレードが行きました。4コーナー手前に入ります。前が早くも固まってきます。前固まってくるがレジェンド帝王か。大外からぐんぐんとスズパレード行きました。スズパレード、そして間から懸命に桜豊王です。一戦になった、激戦になった、激戦だ。さあ最後の瞬発力比べでありますが、間から美穂新山、間から美穂新山です。内からダイナガリバー、内からダイナガリバー、大外をついてぐんぐんと、さあギャロップライナーも来る、ギャロップライナーも来る。美穂新山、美穂新山、内から懸命にダイナガリバー、ダイナガリバー、ギャロップライナー、ダイナガリバー、ダイナガリバー、ギャロップライナー、並んで五輪ダービーはダイナガリバー日本一であります。あとはギャロップライナー、その後には美穂新山であります。